鉄人のライトアップなんですけど、今まあいろんなとこでライトアップとかしてるじゃないですか。ああ。実はほら行ったじゃないですか、一緒にロマンチックなライトアップ。スムッシーのことやる。え、行った人いますか、誰かここの中で。スマスミのライトアップ行った人いますか？あ、いないだよ、ほらいないだよ。じゃあほら、みんなが、うん、よし、明日行こうとか、こう行こうっていう気持ちになるような、こうどんなんだったよみたいな。すごいイルミネーション綺麗かったよね。すごいイルミネーション綺麗かったよね。何かを含んでいますよね。イルミネーション綺麗かったよね。イルミネーション綺麗かったよね。はい。ちょっと高いだ。ちょっと高かった。あ、でもうちらはプレスで行ったから、うんうん、そうね、そうね。そしてその前写真撮りに行った時も大鹿さん言うて入ってたのでね、まさかあなたから高いという言葉が出てくるとはね思わなかったんですけれども、とてもね綺麗なライトアップなので、ぜひぜひ皆様も機会があれば、来年2月までかな、3月まで。彼女ね今ちょっと忙しいんでご覧いただく形をねお届けできたらなと思いますけど、はい、はい、綺麗かったですよね。綺麗かった、綺麗かった。他なんか行きました、クリスマスっぽい場所とか。クリスマスっぽい場所、うん、ルミナリエ。ルミナリエ行った？うん、横から見た。行ったのどこ？ルミナリエ横から見たらイタリしかない、知ってる？知らなかった。ごめん、嘘です、分かってます。はい、なのでみんな並んで前から通っていくんやけどね。うち東遊園地のさ、うん、リンゴ飴だけ買いに行った。あ、横から行って。それね、ルミナリエ行ったって言えないんですけどもね。はい、まあでもラジメちゃんはスマスイのイルミネーションと鉄人28号のクリスマススペシャルライトアップ楽しんだということで、うん、とりあえずは。そうやな、まだクリスマス終わってないし、まだまだ。せやんな。24なイブ。うん、ケイちゃん一緒におるやんな。クリスマスイブまで一緒にいる。オッケーなんだ、私の不幸が映ったみたいな、その展開。ケイちゃん一緒にいるよ。はい、クリスマスイブ。大丈夫、大丈夫かな。いろいろ心配やな。はい、来週クリスマスイブの日もね、私たちはちょっとゴニョゴニョと、ゴニョゴニョと、スペシャルなことを、仕込んでまいりたいと思いますので、皆様には年明けてからお届けできるかなと思っています。さあ、ちょっとみんなの方が寝つくんできて寒くなってきたかなと思います。そうだね、皆さん。その姿はまるでロボットのよう。おお、うまいこと言うたみたいですけど。うまいんかな。もうちょっと食べたら登場しやすいんですけど、ね、でもええやん。そうですね、豚汁うどんが冷める前に、彼女たちも、紹介したいと思います。さあ、一度脱いでたコートをもう一度着た皆さん、コートを脱ぐ準備の方はよろしいでしょうか。おーい、ロボロボロボ、あてよし、何やらピカピカ光ってはるわ。はい、今日は鉄人28号がクリスマススペシャルライトアップということで、我らがロボチームもいつもよりもスペシャルバージョンになって、なんか光ってるし、地味やし、光ってるし、いいな。何やろ、強そうか弱そうかで言ったら激弱そうですからね。はい、クリスマスバージョンやのに青色ですけどもね、うん、さあどんなクリスマスバージョンが飛び出すのでしょうか。そしてこぼさないように気をつけてくださいね。降りる前にマイクをスタッフに渡すと上手に降りれると思いますよ。先に渡しちゃいましたね。それでは、裏側も全部見せちゃうぞということで、さあ肩をすくめた皆さんの格好がまるでロボットみたいとお届けしたところで、今ラジ的ロボットチームが登場したようです。それでは皆様、動画の準備はよろしいでしょうか。カオリンロボの登場です。クリスマススペシャルバージョンということです。どのあたりがスペシャルなのか、ハラハラドキドキとお楽しみください。それではお願いします。
ったよ。なんか踊ってくださってましたね。ありがとうございます。え、聞こえます？あ、マイク持った方がいいですか？え、私喋っていいんですか？あ、いいんですかね。何やったかな、何でしたっけ。クリスマスバージョンとなんかケイちゃんに圧力をかけられましたが、特にこれ以外は何もなく、エンディングかと思った。違いますかね。違うかな。なんか喋りにくい、どうしよう。サンタさんがいっぱいで、改めましてメリークリスマース。メリークリスマース。私今キラキラしてるんですけど、いろんなとこキラキラつながりでゆえって言われたんで言うんですけど、 DJ します。つながってないですか？あ、つながってなかったみたいです。でもあの、また見に来てください。ここにいる人絶対に。え、この後何か聞かされてないんで早く出てきてください。はいはいはい。カリンロボと、そしてレイちゃんとさやかちゃんね。はい、さやかちゃんに踊っていただきました。クリスマススペシャルバージョンでしたよ。皆さん大きな拍手を送りください。